ただあのー、新宿歩いてると前も言ったけどあれがあるあのちょうどどこだあれえー、っと歌舞伎町の近くとか歩いてると本当に深夜の2時とか3時とかはこうやってこうやって前も言ったけどてったら多分ねこれね「あ、はい」って「はいあのー、おっぱいどうすかおっぱいどうすかキャバどうすか」って言ってる通りがあるんだよ歌舞伎町のうるせえなって思いながらさ「チッて言いながらやってんだけどスーって。 本当、あのー、最近、えっと、朝日凪っていうさ、なたの女子高生が、なたの部活栽培漫画を見てるんだけど、その、なたの懐入るかのように、スーッてきて、お兄さん、うろさらどうすか、4号機、北斗の剣、ゴッドありますよ、みたいな感じで、すごいですね、あのー、なんだろう、あれ、ありますね、新宿。マジであります。本当、あります。で、俺、絶対やらないけど、 俺やらないんです絶対やり,、ま、俺やりたくないです。そんな違法でこうしたくないんだって。中でどんな機種があるかを僕見たいです。それでもこれですかっったら。ああ、多分これですね。<laughs> ってってじゃあ僕絶対行かないですってってそう。試しに行ってみたかった。中にどんな筐体があるか。あスカウトする人が違法ですねっったら絶対行かねえわって,って。<laughs> そう。ちゃんとねあの、意地悪しちゃった。北斗の件と ゴッドででで釣っってるるみたいいすすけどあのもっと面白号号機5号機あるんですよ知,知ってますかもぐもぐ風林火山とねあとあの先駆け男軸とあと女神転生とってそれがないと僕なんか行けませんねつって北斗の件吉宗ねゴッドそんなのねあのミーハーがいるもんですよ僕を誘うんだったら先駆け男軸ないとつってそしたら「タハハって言われてもう相手されなかったから、まあ、そういう人に誘われたら だるがらみにした方がいいわそうすればあんまり絡んでもないからう,ん、<laughs> あそう俺,俺が勝った完全勝った完全勝利じゃん今さちょうどあのお姉ちゃんとかもポーカーやってるんだけどさ俺ちょっとさポーカーハマっちゃったわあれあれすっげえおもろいなポーカーポーカーマジで面白いねうんなんかさ あのー、お店でそのやる対人ポーカー俺初めてこの前ちょっとやったんですけど、うん、でこれいろんな闇があるなって思ったのがあったんだけど俺さ初めてだからチップが、あのー、分かんなかったんですよ、あのーその。いくらこうさかけたりするのかって俺ね本当にあに、のー、分かんなかったです。で特によかった、あのー、今馬題っていくらですか?」って俺聞いたんですよ。そしたら ちょっとすいませんその発言やめてもらっていいですかって「え俺何何でだろう?で」ってで先天点のことを俺「あじゃあ今馬題1,000円なんすね」つって俺1,000円っていうかあのチップの先天なんだけどそれをこうやって置いたんだけどこん、ね、本当にすいませんその発言やめてもらっていいですかあ結構なんかあれなんだ神経質なんすね「点を縁」っていうことがあれってなんか俺分かんなくてさ初めてだったからこれマジでやばいんだあそうなんだ いやお金なんてかけるわけないんですよだけどやっぱその点を円っていうだけでやっぱあれなんですねウォンだったら <laughs> ウォンだったらいいんですねあじゃあ今度ウォンって言うよすいませんえっと1000円はえっと2万ウォンだからあ2万ウォンでっつってそれだと本当にお金臭いねでもね換金しちゃってるからそのあの為替しちゃってるから <laughs> でもダメらしいっすねだから分かんないから「あの点」って言えなくてさ俺円ってずっと言って,て。 らしいっす、ね、でもそこをやっぱちゃんと教えてくれたあの円っていうと勘違いしてしまうお客さんとかがいるのでそこに関しては本当にうちでは「10でお願いします」チップでもちゃんと10で」っつってそう。